こんにちは。すごく久しぶりにお話をさせてもらいたいと思います。家族がみんなインフルエンザで倒れまして、私もずっと喉の調子が悪くて、なんか全然声が出なかったんで、今でもちょっと声が出にくいんですが、やっと普通に喋 れる感じ になってきたので、お話ししたいことがあって動画を今日は撮りたいと思います。ですね、私の動画は、幸せになるためにはどうしたらいいかっていうことを、軸にしてお話をしていきたいなと思っているんですけれども、今、私は幸せですって断言できない人がもしいるとしたら、お話を聞いたりなんかするときに、この人はなんか波長が合うなとか、この人は波長がなんか違うなとかっていうのを感じることがあると思うんですけれども、一人一人人間って個性があって、人それぞれの成功の仕方って、違うんですよね。でも、もし、自分が今幸せだなって感じていなくて、で、近くに波長の、この人合うな、そしてこの人幸せそうだなっていう、幸せそうな、自分が波長が合うなって思う人は、ちょっとその人のなんかこう、生き方みたいなのを見たり、その人のいいところを取り入れたりして、いいものを自分に吸収していくっていうことをしていくのってすごくいいことだと思います。で、波長が違う人のものを取り入れようとしても、全く自分とその個性が違うので、取り入れると逆にこう失敗したりっていうことがあると思うんですよね。なので、できるだけ自分と波長が近い人で、幸せそうにしてる人の、生活の仕方とか思考性とか、幸せってやっぱり思考性が一番だと思うので、どういう考え方をしてるのかなっていうのを、ちょっと研究というか知っていくといいのかなって思います。で、大体、悪いことばっかり起きる人とか、すごく自分で不幸だなと思う人って、はっきり言って頑固なんですよ。人の言うこと聞かなかったりする人が多くって、こうした方がいいよって言っても、でも、いや、それは違うとか、いやー、みたいな感じで、大体なんかこう、周りの人見てると、そうなんですよね。で、大体そういう人に限って、なんか顔が幸せそうな感じで生きてなくて、結構なんか嫌なこといっぱい起きてそうだな、この人実際起きてるよね、みたいな感じの人がいるかなと思います。で、例えば私が最近なんかこう人からね、なんか本とか読むじゃないですか。で、ああ、いいなと思って取り入れてることは、金箔って、すごくもう本当にペラペラで軽くって、金ってほら 1g ね、何千円とかで高いけど、金箔って本当に、0. 何グラム単位で売ってるから、1000円2000円ぐらいで買えるんですよ。で、ラメの代わりに、ラメの代わりに目の上とか、こう金箔をこうやって擦って、こうやってペタペタペタって塗るといいよっていうのがあったので、そういうのもしてます。で、なんで金箔がいいかっていうと、金って プラチナと金って朽ちないじゃないですか。錆びないし、銅とか銀とかは錆びるんですけど、プラチナと金ってなかなか錆びないですよね。で、そういう錆びないのって、波動が高いから錆びないんですよ。で、それぞれのものって、この世の中の、世の中のものって全部素粒子っていう粒でできてるんですよね。私そんな物理に詳しいあれではないけれども、素粒子っていうものでできていて、ミクロの世界、目に見えないものじゃないですか。で、全てのものには中心にプラスの核があって、その周りを電子がランダムにこうやって動いてるんですよね。で、そのランダムな動き方ね、銅とか銀とかそれぞれの動き方があって、出してる振動数っていうのが違っていて、そういうものの違いで、なんか波動とかね、波動の違いとかってあると思うんですけれども、例えば、波動が高いものを近くに置いたりしていると、食べ物って腐らないんですよ。腐りにくいの、腐るけど、腐る期間がこう先延ばしになるんですよ。私15年以上前に江本勝さんっていう水の研究されてる方がいて、私本当にもう動画で言ったと思うんですけど、
自分が知りたいと思ったことってもう東京とかポーンってどこでもポン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 飛んでいって何万円もする講座ねすぐにポイって受けちゃう人間だったんですよ。昔ほら結婚もしてないし一人だったから自分の身に自由があったから本当に受けれる講座って受けたいなって思ったらすぐポイ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 受けに行ってて、その中で水の研究してる江本勝さんって本屋さん行ったら本がいっぱい出てると思うんですけれども、水の結晶って変わるんですよ。でどういう風に変わるかっていうと、紙にありがとうって書いてその上に水を入れたコップをこうやって置いとくと水の結晶がすごい綺麗な六角形になるんですよ。でもバカとかなんかこう悪い言葉を手前に置くと水の結晶が壊れてなくなっちゃうっていう実験とか、そういう結晶とかも見せてもらって、研究してる場所とかね冷凍してる水とかもこう見てきたんですけど、全てのものっていうのは波動っていうものがあって、例えばね丸っていうものが出してる波動と三角っていうものが出してる波動とかって本当に全然違っているみたいで、例えばですね今私ちょっと読んでるのがこの薬絵っていうのを読んでるんですけど、東京でね丸山アレルギークリニックっていうアレルギーをもう治してくれる先生で全国各地から集まってるんですけれども、なんかねこういう風に幾何学的な形っていうのがあるんですけど、こういうのもやっぱりそれぞれ出してる波動っていうのが変わってくるんですよ。でこういうのの上に水を置いたりなんかイチゴを置いたりしたらねなんかこう腐りにくいですよっていう実験もされていて、ちゃんとしたお医者さんですよ。で実験もされていて、こういう薬絵で患者さんをね良くしたりっていうことをされてる不思議な先生なんですよ。でも本当になんか全国各地から集まってて病気がどんどん治っちゃうみたいなね先生で、もう首の痛いのとか肩こりとかその場ですぐに治っちゃうようなねこともあるんですよね。でそれぞれが出してる波動っていろいろ違っていて、いい波動のものもあれば悪い波動のものもあって、本当に幸せになりたいなと思うんだったらいい波動の中で、生活していくのがすごく大事だと思うんですよね。なので例えばお友達とかでもそのなんだろうな人の悪口ばっかりとかなんかマイナス的なことばっかり言う人ってそのあんまりそのずっと一緒にいると自分もそういう波動の中にこう溶け込んでいっちゃうので、本当にいつも笑っていて元気で楽しそうにしているような人たちと仲良くする。でその中で自分がこいついいなあの人いいなって思うような人がいたら、その人のね思考性とか生き方っていうのをちょっとこうじっと見て、ああここいいなみたいなのを真似していく。で全然違う人の真似ってしてったら自分が苦しくなっちゃうから、自分がこの人ちょっと自分に合いそうだなと思った人を探してやっていくっていうことからまず始められていくといいかもしれないです。それは自分が好きな本とかでもいいし、もしくは今の時代だったらもう YouTube とかでもいいと思うんですけれども、そういうことをして自分のね自分が今幸せだと感じてない人ですね、思考性っていうものを少しずつこう変えていくっていう変化ってすごく大事です。だって私たちが子供の時に考えられなかったような時代が今やってきていて、本当に変化に合わせて生きていくっていうことが本当になんか時代の流れについていくようなことに今なってるので、変化もすごくスピード速いですし、変化していける人っていうのは本当に幸せになることが楽にできるのかもしれないなっていうふうに思います。なので頑固ちゃんブーブーで結構素直にですねなんだろうななんか聞いてみていろいろいいよとかって言われたらやってみるんですよ。でやってみてこれ自分に合わないなと思ったらやめちゃえばいい。最初からブッブーみたいなもういい僕いいみたいなのは本当に自分とは全くこの人は違うなっていう波動が違うなと思った人はいいかもしれないけど、この人なんかいいかもなって言ってる人が言ってることは一回やってみて、それで自分に合わなければやめればいい。とにかく食わず嫌いとかそんなんじゃなくてやってみる、挑戦大事です。だって挑戦しなければ先に進まない、挑戦してダメならやめたらいいだけだから、とにかくなんか心をパッとね開いてオープンにして結構受け入れるっていう体制が大事だと思います。
はい、それでは、私ももっともっと幸せになるために、できることを自分でしていこうと思います。私のこれからの挑戦は、ちょっと機械音痴なので、ちょっとずつこう、機械をね、慣れてって、頑張っていこうかな、みたいな、自分のこれからの今年の挑戦です。はい、何か一つ挑戦して、一つずつ自分のなんか、価値を、こう身につけていく、そして自分を好きになっていく、どん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 自分を好きになっていくっていうことができれば、人生必ず幸せになると思います。はい、それでは、私は塾講師なので、授業の動画もこれから上げていくので、ぜひぜひ、ですね、使ってほしいなって思います。はい、それでは失礼します。